カオルクレポーターの酒井です。香川県の美味しいお店をご紹介いたします。今回ご紹介するのは県庁食堂さんです。ということで酒井さん、はい、ちょっと早速僕からいただくんですけど、はい、今日はね、僕はチキン生ステーションをお出しました。人気メニューなんですね。いいです ね、 ご飯は普通にしますか？中大ってありますよ。あ、普通ってどこらへん？普通ですね。普通はね、じゃあお見せするんで見てからじゃあ決めてください。はい、で、そう、給食はトマトでこうやって聞いてくる、はい、あ、ありがたいですよ。普通、これです。よろしいですか？ちょっと減らす？ごめんなさい、僕ちょっとね、動画的にはやっぱ第一見せなかったんですけど、普通でこれでいい、はい、はい、了解です。いや、まだいけますよね、カメラマンさんって。うのりしようと思ったら、もう普通でもう、あ、白旗ですね、これ。そうそう、カメラマンさんのお腹がはち切れちゃう。はい、お待たせです。ありがとうございます。チキン南蛮、ご飯普通です。どうぞ。ただご飯足らんかったらね、おかわりできますんで。優しい。優しい。足りないことがあるのか、出して。ではこれご飯の量ってどれ選んでも同じよう。一緒です。ですよね。はい。1100円。全部1100円です。はい。小にしても普通にしても大にしても全部一緒なんで。すごい。いっぱいお腹いっぱいになってもらいたいんでね。これもやっぱり嬉しいよ。店長さんの優しさが。早速じゃあ、お野菜ちょっと先行ってこれ。めっちゃ大きいよ。うわぁ、すごい。はい、わんぱく。一口で。めちゃめちゃ美味しい。うわぁ、これまずね、料理びっくりするんだけど、うん、タルタルも自家製ですかね。全部自家製です。おー、めちゃめちゃ美味しい。入りますね、それ、口の中に。いったぁ。はい、こう、すごい。ご飯何杯ぐらい？200とかで。2杯、普通のお茶碗で2杯分。で、中でこれの倍で。あ、中で倍。だから4杯ぐらいあるはい。で、大でその倍なんで、普通の4倍ですね、大はね。よかった、普通にしとって。でもね、うちね、女性の方でも、最初は普通にちょっと抑えめにして、おかわりとかでされる方多いんで。はい。おかわりありなんですか？全然ありですよ。大盛りとかになるとその分お値段も張ったりするイメージですけど、このご料金でこれだけ私たちの胃袋を満たしてくれる、なんかお届けできないのが申し訳ないぐらい、子供のようなキラキラした顔で食べてます、カメラマン。ここまで来てもまだ普通の定食屋さんとかだったらスタートにも立ってないです、美味しい。あ、すごい。はい、酒井さんも食べたいでしょ？食べたいです。準備しますから。あ、やった。はい、なので酒井さんから聞いたのはこちらです。デレンじゃん。え、これ1人前ですか？これ、ね、1人前なんですよ、まさかの。これですね、夜メニューの中でまかのい丼っていう新しいメニューです。はい、9月12日から、はい、始まりました。新しい、本当に新メニュー。はい、人気の、ね、焼肉丼にさらに味噌カツが乗ってて、おお、目玉焼きがどんどん。おお、まあ酒井さんちょっと食いついてるけど、はい、ラーメンなんかちょっとデザートですよみたいな雰囲気を醸し出しながらラーメンが横に。これはなかなかね、女性でラーメンも追加でって頼めない人におすすめですね。しかもね、ラーメン、はい、台湾ラーメン。おお、いいですね。はい、初めて食べますけど絶対美味しいです。今日もね、例によって、ね、後で行ってきてるから、はい、ね、言わないでください。この時間になるとね、もう食べる気満々で来てます。そう、ちょっとドア開けてもいいですか？どっちか行く。このなんか、もうピョンってもう飛び出ますよね。すごい欲望を盛り付けた感じの、全部盛りな感じのやつが。いや、めっちゃうまそう。え、ちょっとその下気になるらしいですね。で、この下がまず目玉焼きがありの、なんか隠れてるんですけど、しっかりと味噌カツ？でかっ、これがいきます。じゃあ、丼から、はい。あ、結構な重さあります。滑らせるのに滑らんかったぐらい重かった。カツとお肉。いただきます。想像の上を超えて。
めちゃくちゃ美味しい。このタレとなんかもう肉厚のもう口の中がお肉でいっぱいになる感じが、幸福感が半端ない。美味しい。もう男性だけじゃなくて、あの欲張りな女性の方にもぜひおすすめですね。いや、そうだね。ケンちゃんさんに新しいメニュー聞いたら、これ絶対酒井さん好きやなと。このお電話で聞いた瞬間に私それ食べると思いました。よしって思いやな。なみなみつけた味噌カツを。ああ、サクサクな衣とこの味がしっかりついたタレと卵のまろやかな感じが、ああ暴力、もう美味しそうな暴力。そうだね。で今日ね、ちょっと無理と夜メニューなんやけど、はい、今日朝一からね。まだ10時前なんですよ。そうですね、10時前に夜メニューをがっつりいただいております。朝からでも大丈夫？大丈夫です。私このために朝ごはん抜いてると言っても過言じゃないです。出た出た。せっかくなんで、ラーメンもこれで1人前ですよね、多分。これがメニューの一つですよね。味噌汁の代わりにしっかり具も入ってる。ああ。このピリ辛感最高。冷たいラーメン。そうです。今日ね、まだ9月の末なんですけど、外、うん、30度ぐらいある。今日は冷たいもので。あ、珍しいでしょ、冷やし。はい、私冷やしラーメン初めて食べました。ちょっとハマりそうですか、私。はい、食べやすい。これでは税込みで1100円。え、1100円？そう。え、あの、1100円、1100円じゃなくて？でしょ。普通ここで1100円は安い、お得ですよね。コストパフォーマンスが半端ないですね。でしょ。まあ、ホアペンジャー食堂さん、うん、海町商店街の中にある、はい、お店なんですけども、うん、まあ、ホテルからは車で10分弱かな、うん、ぐらいの距離にあって、あの高松の、ね、中央卸売市場の併設されてる、うん、お店が初めてどのぐらいでしたか？4年です。本当にもうこの、まあ、量と美味しさと、で、健太さんの人柄でめっちゃ有名店になられてるんですけど、なんでこう大盛りサービスしようと思われたんですか？ね、やっぱりお金も時間も割いて来てくれてるお客さんにはね、やっぱり、ね、来てよかったって思っていただけるのが一番なんで、で、だんだんね、量が多くなっていって。だんだんそうそうそう。今もひょっとしたらまだ進行形かもしれない。ああ、もうアップグレードされていくんで。すごい。お客さんレベルが。そうそう。そうなんです。女性同士のお客さんも多くて。比率で言うたらね、6-4 でね、女性ぐらいなんですね。そうなの？案外男性より女性の人が多くて、料理をあのお互い食べ合いっこしながらっていう方がめちゃくちゃ多いですね。そうで、まあ駐車場もね、しっかり、うんうん、しあるし、でお店もね、すごいこう簡単で綺麗やん。うん、綺麗ですね。朝9時からやられてて、はい、お昼が一旦3時半で3時半で、はい、うん、で、夜がまた6時から24時です。24時で閉めて、次の日朝明けまで6時間しかない。倒れちゃう、倒れちゃう。でそれまでに準備のお時間もありますもんね。水曜日と土曜日と祝日が昼のみ営業で、夜がお休みです。1日休めるのは月2回の隔週土曜日です。大体月でも食べれる。あ、そうですね、大体月でも食べれるっていう。大丈夫？あ、全然大丈夫。全然大丈夫。鉄人ですね。ごちそうさまでした。さすがっすね。いや、これは本当にあのお腹いっぱいになりますね。あの食いしん坊な男性の方もきっと満足いただける。僕は全部いただきました。いや、カメラマンもずっともぐもぐ食べてました。今日もね、大満足なんやけど、うん、味がほんまに美味しくて、ご飯と合うから、気づいたらなくなったよね。いや、そうですね、そんなにで、パッと見たらもうなくなってましたね。海町商店街の中にあるけど、ケンちゃん食堂のケンちゃん。金ちゃんさん、お時間の方も長らくかけていただいているので、ぜひ、ね、注ぎ合わせてお越しいただけたらなと思います、うん、もう女性の方もぜひあの友達と一緒にシェアして食べていただきたいなと思います。カーロクチャンネルでは今後も高松の美味しいお店をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。一緒にバイバイだけお願いします、はい、せーの、バイバーイ。出張や旅行の際にはホテルカーロク、Lステージ高松とホテルカーロクグループをぜひご利用ください。宿泊のご予約は概要欄から簡単に行えます。
皆様のお越しをお待ちしております。